岡山大学の入学式はジップアリーナ岡山で行われました。今年度は学部生2387人、大学院生976人の合わせて3363人が入学します。入学式で牧野博文学長が、常に好奇心を忘れずに将来への大きな夢と希望に向かって大学生活を送ってくださいと新入生にメッセージを送りました。また新入生代表で歯学部の青山拓実さんが誓いの言葉を述べました。学生生活が実りあるものとなるよう努力することを誓います。入学式が終わった後は会場の外で上級生がサークルの勧誘活動を行い、新入生はチラシを受け取っていました。中学校の先生になりたいので、そういうことは全般的に学んでいきたいなと思っています。サークルとか友達と遊んだりするとか、あと実習とかも楽しみです。運動もして勉強もしてっていうのをちゃんと両立できるような、なんかストイックな人間になりたいなっていうのを考えてます。